これからチーズミートスパゲッティ作ります。あったたたた、あっちゃ、あっちゃ、あまさかの失敗だよ。まあ、いっか。焼けたのでちょっとこれは別途別にしときます。あよいしょ。やべ、10秒ルール。はい、そうしましたら次はソースを作ります。ひき肉入れます。いや今日は暑いっすね。もう腹の代謝とか出しに行くだけでもすんげえ汗かきましたよ。店内は涼しいんですけどね。ガーリックパウダー入れます。やる気が強すぎた。ある程度火が通ったんで次マッシュルーム入れます。そしたら次ミートソースかけ入れます。あとはこれを絡めるだけなんで。よし、一応トマトソースは完成かな。隠し味にソース入れます。次は焼肉のタレ入れます。最後にマヨネーズかけます。今火止めました。よし、とりあえずソースはできました。次麺入れてきます。次とろけるチーズ乗せます。残りの麺を入れます。いや、あの白いやん、普段使ってる丼昨日割っちゃったんですよね。実はやっぱこれダメだ、2つに分けよう。これ絶対ハプニング起こすよな。よいしょ。そんで、怖いよ。よいしょ。ちょっともうこの辺でやめておくか。よいしょ。で、チェダーチーズ乗せまーす。そしたら、さっき作った目玉焼き。よし、できたー。特製ソースの目玉焼きチーズミートパスタです。ではいただきます。